おはようございます。カンピンタンです。今日はですね、泳がせをしよう思ってアジのバケツを家に忘れてきました。アホです。ということで、朝からね、とりあえずエギ投げて遊ぼうと思います。どこに来とるの？丸落と線です。言うのを忘れました。はい。何持ってきたん？食い物か。違うんか。食い物はあれあるよ。アンパン。アンパン。アンパンもいらんか。私はあんこが嫌いです。アップルジュース。アップルジュース。アップルじゃない、なんやこれ。マスカットな。ぬるぬる。レモンティーやよ。レモン。似合わんよな、ぬるぬるさんにレモンティーでね。アホなこと言うとらんと、朝からとりあえずちょっとエギ投げて炭焼きしたか。炭焼きを。そう、すっごいのこれ、炭焼きだらけ。やばない、これ一面そう、全部イカ。イカ。アオリちゃん、コウイカは釣れやんねや。うん、釣れん。前に釣れる。へー。とりあえずちょっとエギをしていき行こうと思います。ではぬるぬる。見えますか、エギもらいました。いや、やっとらんし。あ、そう、うん、なんかいっぱいあるんで、まあ、とりあえずね、自分はね、持ってきたんですよ、エギを。どこ行った？ダートマスター、シャカシャカエギダートル入り。これでね、マルオさんでイカ釣ってるんで、とりあえず朝は自分のイカで頑張ってみようと思います。はい。ドラグをさ、もうガチガチにしておくべきな、それともちょっとだっ、出すぐらいがええの？餌係がおる、ええな。おった。え？がおった、そこに。ぶら下げたらおった。せや。
どこにさ。来た？お。ヒットヒット。タモいる？タモいりますか先生？いらんの？いいな俺は。なんでだ？よいしょ。あ、同じサイズやん。かまれろ、オレンジの襟でさあゲッチュゲッチュ。さっき取り忘れてた。もう達成感があるな。せやろ。もうやっぱ半日やったらええぐらい。多分半日ぐらいやったら昼から半分寝ぼけながらやるよね。半日やったらな、意外にイカの取れ高がオッケーちゃうこれ。やる人とか、あーそうやな、結構簡単に釣れる。あーそうやな、うん、この秋イカは、うん、おすすめで、おすすめ、初心者おすすめ、めっちゃおすすめ。多分誰でも釣れると、誰でもっていう食べ方やけど、さあとりあえずエギつけて、そう、投げりゃ釣れる。オッケー、向いて投げてみよう。あ、バレた。一回乗ってこうへんかな。もう駅は乗らん。あ、そう。一回かかったら。え、乗ったよ。乗った。お、やったー。あ、あかん。バレる。尺打った方がいいんかな。エビのカラーは何でした？ピンク。ピンクで乗ってきた。ピンクで乗ってきた。でも結構もういかだの木は近い。そうやろ、うん、大体乗ってくるとき足元多い。ついてきてやっぱ安全、こういうもの、焦げがあるところは捕食しやすい、逃げるところがあるので、あいつら。そこに通し。手がいい？いや、手がない。これ。あ、落ちた。やっぱタモがいるやな。タモいる。足切れ。足切れ。残念。6匹に成功ならず。はい、本日の丸お弁当なんじゃろな。じゃじゃん。エビフライに牡蠣とほうれん草の和え物。
里芋と卵と、なんじゃろこの魚、わかりません。とりあえずちょっと食べましょう。いただきます。っていうかこれ魚何やろ、なんやろな、これ多分自分来たんちゃうの、エスクール来とるやんかほら乗っとるし出とるやろ、出とる、魚じゃないこれは、イカやな、うん、イカ、なんなん、イカもご飯タイムやってもういい、ほかったく、これキス、なんやろな、あ自分のところで作ったやんな、これそうやな、うん、うまいこと食べてしまった、これうん、うまっ、うまいな、うまっ、ほう糸吹きを取りながらこうやって巻くの、起きたんちゃう、ほらこれアジちゃうやん、アジか、こんな元気かな、もう死にそうなんやねん、これイカ、うん、絶対イカ、あっちん、はい、はい、いきますよ、レッツゴー、よし、この入れる瞬間がドキドキするよな、入れる時は何てことない、あ、そう寄せてくる時が一番ドキドキ、全てにおいてドキドキするわ、取ってよ、出てない、まだついとる？熱っ。もうな、いただ見てから分かるから。って言ってさっきおらへんだやん。うん、キロはない？エギサイズぐらい、いや、そんなにちっちゃくはない、はあ、いや、マジに乗ってくるやつある、500ぐらい、お昼も食べて元気もりもり、さあぬるぬるさんはやれるんでしょうか、もうやれますもんと思った、うん、そんな推進で、ほら痛いか、結構する回す、なんでもええよ、任せる、乗った乗った、はい巻いて、ちょっと待って、あ結構でかい、でかい、うん、そう思う、カモア
持ったよ。こうあると思うよ。ほら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 。竿が長いもんで全部入らへんで。あ、来た来た来た。ゴープロ取るから。うん、頭は取れとるはず。がっつりかかっとや。うん。やえに。そやな。結構あるやろ、これは。そやな。あ、あ、あ、おお。おお。あ、やばい。逃げられる。頭一個。止まって。ケツからいって、ケツから。ケツってどっち？こっちか。はい、行った。オッケー。やったー。あー、ま、もう大きいないか。微妙に大きい？微妙に大きくない。まあ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 。まあ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 。まあまあ、いいでしょう。うわすごい。ぬべーっとしとるやな。おめでとう。野縁で取りました。おめでとう。まあでも一挙一じゃん。うん。こっちのカメラさ、微妙やで、こっちで撮ってくれる？どこ撮ってるかわからん。はい。はい、指。いいわ。痛いで。300、400、ありゃいいとこやな。これで遠いな。野縁で釣った。これで7杯目。7杯目。すごいな。はい、今日の釣果、1、2、3、4、5、6、7匹ね。ちょっと小ぶりなイカさんがたくさん釣れました。イカの筒抜けはできませんでしたが、楽しかったです。またね、遊びに行きたいと思います。イカ狙いで。もうちょっと大きなサイズ、これぐらいかな、欲しいな。せめて。指噛まれてください。いいです。もういいです。痛いんで。こんな小さいイカでも痛いんやから、あの大きなイカは相当痛かったと思いますよ。あ、頭映らんだ。大丈夫。ということでね、まあ片付けして帰りたいと思います。またね。